はいえー、時系が不安定な人は何をしたらいいのか、皇室も一緒者検定ということでやっていっております。えー、前回の動画でこの会所、会所の場合はということで説明をしていったんですけれども、今回の動画ではですね、行、え、書、ー、業所やっていきたいと思います。ちょっと行書からね、若干ちょっと難しくなってきてしまうんですけれども、えー、やっていきたいと思います。えー、知識を増やす方法業所編 おすすめの書籍え続け字の知識と書き方、えー、駒井せい先生だったかな画星先生って読む確か読むんですけれどもこれですねこれこれもですね古典をベースに行書のルールや法則性を解説しているんですけれどもただね私もこれ実際に持っている持ってあの勉強してるんですけれどもちょっとね私でも内容がちょっと難しいな っていうふうに思っちゃうので、初心者向けではないかもしれないです。だから、こう、パラ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 って、パラパラパラって読んで、流し読みする程度で初心者の方はいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、持っていても損ではないですけれども、ちょっと初心者向けじゃないから、ちょっと難しいかなっていう印象はありました。ただね、やっぱすごくね、あの、なんだろう、うーん、ちゃんとした知識身につきますよねって思いました。 で、これはね、初心者向けですよ。え、これも何か何度も何度もね、説明をしているんですが、ごめんなさい、ちょっと風船が飛んでしまいました。これね、人差し指さすと風船がたまに飛んじゃうんですけれども、これ、仕様なんで、ごめんなさい、これ私がやってないですよ、これ、今、両手がね、これフリーですよね。なんか、クリックしてるとかじゃないですよ。え、続けく崩し字の書き方、知識と書き方、あ、なんか、ごめんなさい、続けく崩し字の書き、あれ続けく崩し字の書き方ですね。ごめんなさい、ちょっと、あの、これ、今気づきました。これ、バグってますね、文章がね。 田中明秀先生が書かれた本です。これ日編ですね。日本編集研究会の会長をやってらっしゃいます田中明秀先生の書いた本でございます。この続け字知識の書き方と比べて圧倒的に分かりやすくルール、これ解説しています。もう圧倒的です。圧倒的に分かりやすい。 でだからね、完全初心者向け、これから行商を勉強しようとしている方向けの書籍なんですけれども、やっぱりね、分かりやすさに重視している、すごくそっちに重きを置いているから、ちょっとすべては網羅できてないかなという印象はあるんですよね。網羅できてないから、じゃあ悪い書籍だっていうことを言いたいんじゃないんですよ。あのー、初心者が最初に行商を勉強する上で、本当にね、もうすっごくこれ、いいです。もう超絶賛ですよ。 で次にですね、ペン字青春場、これ、刈田健さん先生書かれた書籍なんですけれども、これ、パイロットペン修士、c 系統ですね、ただね、これも、私からすれば、これは、私からすればね、分かりやすくルール、すごくね、解説されているんですけれども、初心者の人がまず真似すべき行書の,の続け方かとか崩し方としては、少し高度なものかなという印象が、ちょっとあるんですよね、ただね、ものすごい網羅できてる、これ。 ものすごい網羅できていてかつ、えー、すごく上級者向けではない、まあ、中級者からちょっと上級者の人向けなんだけれども、まあ、若干うーちょっと完全初心者の人がこれをやったらちょっと難しいかなという印象がありましたと、はい、いうことですね。はい だからま,まず最初に何を購入すればいいのかって言ったらまあこの初心者の人はね初心者の人はこれを田中メッシュ先生のこれをこちらをね購入いただいてでこれもまあパラパラパとやっていただいてこれはまあ本当になんか一級一級の合格を目指している方向けがやった方がいいかなっていうもんですかねまずはこれで次にこれで最後にこれって感じでございますはい よろしいでしょうか。じゃあ次やっていきます。はい。次、総書。総書でございます。総書はね、あのー、なかなか著者検定向けの総書をお勉強できる書籍っていうのが、まあ、私がそもそもあんまり、そのなんだろうな、そんなに本を持っていないっていうのもちょっとあるんですけれども。 だからこれがおすすめですっていうのがなかなかねおすすめしづらいんですよねこの書籍あの総書のおすすめの書籍ってでそれは葬者検定向けっていうことを考えた場合ね葬者検定向けっていうことを考えた場合おすすめできる総書の書籍ちょっとあんまりなくってこの2つが無難かなっていう感じがするんですよねこれも刈田先生書かれた書籍なんですけれどもえペン字青ゲット総書青春ですね でこれでね、草書のう筆リズムとかあの、ごめんなさい、風船飛んじゃいました。またね、私指さしちゃったから。とか、漢字の、あごめんなさいね、もう草書の部分ごとの草書の崩し方を解説している書籍なんですよ、これ2つともあ。ペン字がのペンその名ペン字で、奏書世襲がの筆で書かれている。で、 筆で書かれている方が、あのペン字で書く場合も、どこで筆圧を強くしたらいいのかとか、えー、どこでちょっと筆圧を抜いた方がいいのかっていうのを、まあ分かりやすいかなっていうふうに、私はね、私は分かりやすい感じがするので、まあ、ペン字勉強する人も、総書勉強する人も、あ、筆を、毛筆を勉強する人も、両方購入いただいて、全然損はないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、これ、ね、ペン字青春下、これが、 もう手に入りづらいんですよ。入手困難なんですよ。さっきあのー、アマゾンとか楽天で探したんですけれども、一応中古は、中古版、まあ、買えるんですけれども、新品の状態でちょっと買えないかなっていう感じがあって、これだ絶版なのかなペンジ青春、なんか全然買えないんですよ。中古も売ってるんだけど、すごい高いんですよ。なんか1.5倍ぐらいの金額ついちゃって,い,ゃっていて、5000円ぐらいだったかなさっき見たら。5000円ぐらいで、これ定価だとね、 定価だといくらかっていうと、あれペンジ請求計、ちょっと今、あ定価だと1700プラス税なんだけれども、なんか中古だと、ね、5000円とかさっき見たんですよね。ちょっと高くなっちゃってるんですけれども、私がおすすめするとなんかね、高くなっちゃうんですよ、なぜか知らないですけれども、みんな買っちゃうのかなわかんないですけれども、この2つおすすめで、あとはちょっと私がえっと書いた本なん本っていうかまあ資料なんですけれども、えー、お手本の見方っていう資料、 私書きまし書いておりましてこれはですねあの書写部書者検定に特化した総書をお勉強できるように書きました、えー、総書書学者の人向けに絶対ここでつまずいてるよねっていうつまずきやすいポイントをものすごい細かく解説を、えー、いたしましたものすごい細かく解説した私もねあの最初,初総書全然書けなかったんですよ本当にね順、えー、1級を皇室の順1級を3回連続で 落ちてで、かつ、草書に絶対チェックが入っちゃうタイプの人だったんですけれども、そういうなんか、ものすごい草書で苦労した人が書いた本なので、あ本とか資料なので、あの、すごい細かいですよ。めちゃめちゃ細かく書いてて、こういうところを気をつけた方がいいとか、あとは私、あの、えっと、昔、あの昔、今はちょっとやってないんですけれども、オンラインレッスンとか、まあ、あの、 著者検定の1級の合格を目指している人向けにあのレッスンを、ね、していて、でも,ものすごい数の合格者を出してきたんですけれども、もうこういうふうにすると、えー、総称、合格もらいやすいですよっていうのをものすごい指導してきて、その指導のエッセンスも,もうめちゃくちゃ詰まってるんですよ。もう詰めに詰め込みました、このお手本の見方にね <laughs> 自分のや。自分のやつだけものすごい解説しているから、これの宣伝動画かと思われちゃうんですけれども、もうそれぐらいだっていい,いいと思ってるんだもん、自分で。うん、なんだろうな。 こういうのに早く出会いたかったっていうね。これをもうすごいもうめちゃくちゃ詰め込みましたっていうことで。えー、これはね、あのメルカリとか私のホームページから購入できるので、これおすすめでございます。これ、総書だけじゃなくって、一応、会社のその事件の組み立て方もものすごい詳しく解説をしているから、えー、なんか何買ったらいいのか分かんないっていう人は、まず私のこれ買ってみてください。お手本の見方。あのー、葬書の、あ、皇室1級と準1級の えー、品質極の開業層の3体のお手本もねこれくっついているから、まあ、どっちかというとそっちがメインなんだけどね開業層の品質極のお手本の方がメインでこっちはほんとおまけなんだけれどもまあこのお手本の見方をね見てみたいという方はねちょっとそちらを4000円かなメルカリだと4500円で私のホームページから購入すると4000円で購入できるので、えー、ちょっとこれを 購入されてみるといいんじゃないかなっていうふうに思いますはいじゃあこれ時間が9分ぐらいだったので一旦区切りたいと思います